そろそろ、あずさわの出番だな。小羽根。あ、あの子かわいい。一人で歌うのかな？ちょっと緊張してるっぽいけど、大丈夫かな？大丈夫。あんちゃんも応援してくれてるし。私は、歌える。え、何すごい、めちゃくちゃ上手くない？うん、びっくりした。さすがあずさわだな。ま、あいつならこんなもんだろ。ほんと最高。練習の時より生き生きしてる。いつも一緒に演奏してるから、こうして客席で聴いてるのはなんだか新鮮だね。うんうん。それにすっごく堂々と歌ってるし、全然緊張してないみたい。しほちゃんが応援してくれたおかげかな。別に私は何もしてないけど、あの歌声聞いたことある。確か、桜が咲いてた時の。わー、お客さんたち、みんなねねちゃんの歌にフルフルしてるよ。なんといっても、我らの歌姫だからな。司くん、そう言いながら涙目になっているよ。お、次がみのりちゃんだって。アイリと一緒にアイドルやってる子だよね。楽しみ。こんにちは、花里みのりです。今日はみくちゃんの歌で精一杯、私は皆さんに歌おうと思います。あれは相当緊張してるわね。みのりちゃん、頑張って。お客さん、こんなにいるんだ。ここにいるお客さんが私を見てる。怖いけど、でも、この日のために、みんなと頑張ったんだもん。お客さんたちに、希望を届けなくちゃ。あ、みのりちゃん。どうしよう。リズムがおかしくなっちゃった。はるかちゃんやつかささんに励ましてもらったのに。やっぱり私じゃ一人でステージに立つなんて。確かに一人でステージに立つのは緊張するかもしれん。だがここでステージを成功させれば、たくさんの人にお前の思いが届けられるわけだ。今日ステージに立つのはみのりだけだけど、決してみのりは一人じゃない。だから何があっても大丈夫。みのりらしく笑顔でね。あ、そうだ、私らしく笑顔でお客さんに希望を届けるんだ。失敗しちゃった分はその後の歌でカバーする。よく音を聞いて前を向いてステージの端まで声を響かせる。あいつ、うまく巻き返したな。ああ、あの練習は無駄じゃなかったってわけだな。ダンスは体全体を大きく動かして、指の先まで集中して動きの一つ一つに思いを込める。
さすが、俺たちが教えただけのことはあるな。うん、さすがアイドルだね。なんだか眩しいな。うん、すごい、前に見た配信よりも歌もダンスもずっと上手くなってる。緊張してたみたいだから心配だったけど、すっごくいいね。応援したくなっちゃった。みのり、この短期間でまた成長してない？みのりちゃんからは目が離せないわね。ステージからみのりの思いや努力が伝わってくるね。みのり、やっぱりみのりは将来すごいアイドルになるよ。ファンフェスト、どの枠もクオリティが高くてよかったな。いつも聴かないジャンルの曲も結構いいなって思えたし、音楽はいろんな世界を見せてくれるね。